上級コース、これちょっとみんなの力も借りていきましょう。これは難しい可能性があるんで。川の中に橋桁があります。橋桁の下流の水はどうなるでしょうか。なるほど。1、内側に渦を巻いて流れる。2、まっすぐ流れる。3、外側に渦を巻いて、これはなんかニュースとかでちょっと見たことあるかもしれないな、うん、これはそれこそ、まあ、こうはならないってことはまあ明らかだね。まっすぐにはならん、これね。これは1じゃないか。ここに溜まるんじゃない、やっぱり。うん、あの例えよくないけど、味噌汁の中に箸を置いたらこう滞留するじゃない。はい、その原理じゃない、これじゃないか。1じゃないか。あ、来た、いいね。正解はこれ、このような渦をカルマンの渦という。あ、すごい、こいつら言語理解してる。カルマンの渦だって。待って、こう、カモたちって川にいるとき、あ、カルマンの渦だってなってるの、これ。すごい、頭いいね。あ、めっちゃカルマンの渦、カルマンの渦ってなってる。ちょっと覚えましょう、これ、カルマンの渦。カルマンの渦。3番。共和ダムなどに採用されている重力ダムとは、あ、これはありました、先ほど。土や岩などを積み重ねて固めるダム。2、コンクリートの重さで水圧に耐えるダム。3、両岸の岩盤で水圧を支えるダム。これはだってさっきもう、さっき先生が降りてきたからね。先生降りてきたもんね。これはあの、先ほどのあの図でありましたけども、やっぱ大きいダムはとにかく重さが必要だと。重力ダムと。2です、これね。これはちゃんと博物館で勉強した甲斐がありました。ただ対岸では火事が起こってるけどね。火事起こって先生が言ってるから今のうち。魚いないだろ、普通。いるかな。コンクリートの重さで水圧に耐えるということですね。まあ、近代的な建築だということですね。4番。川の中の堰を流れが越えるとき、堰の上流では水はどうなるでしょう。これはなんか台風とかのなんかね、ニュースでありそうです。1、盛り上がる。2、変化しない。3、水位が下がる。これは超常現象ですね。常識的に考えたら盛り上がるよね、うん、さっきのカルマンの渦で言ったらさ、はい、これですか、ね、カルマン言いたいだけバレた。これですかね。あー、これですね、はい、これは常識問題でしたね。2、やばいよね。2だって溢れてねえじゃん、これ。1、盛り上がるようにして流れます。はい、あのこういう基礎的な流れのがこうダム建築に役立ってるっていうことですね、はい、最終問題か。ってことは全問正解したら別の VTR なのかな。来た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 、キモい、キモいぞ。来た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 り来なかったり、来たり来なかったり。あー、惜しい。これは全問正解でダムから来るやつじゃないか、これは。惜しいです。ちょっと皆さんはぜひ会場に来て答えていただければと思います。意外とおもろかったね。そうですね、これまた地震起こってるじゃん、これが。頻発地帯だよ、ここに建てちゃダメだよ、絶対。めちゃめちゃ頻発地帯だよ、これ。アイスランドの山の上とかに作ってる、これ。いいね、90年代だね、これね。耐震ダム設計工法。これで終わりか、VTR。